米国のマルちゃん、焼きそば、ローステッドビーフフレーバー、揚げ麺に粉末ソースと火薬がついています。麺は細い角断麺です。前回の日清同様、加熱した後でもかなり水分が残ってザブザブの状態になります。伸びてだらしなくなったような食感であり、やはり焼きそばは湯切りをする方式の方が良さそうです。ソースは水っぽいですが、鶏の皮を焼いたような香ばしい匂いがします。旨味や塩分は控えめでジャンキーな味ではないです。玉ねぎの香りが結構強く、辛い刺激はありません。具はコーンやグリーンピースが入っており、存在感は結構あります。水分が結構残るので、焼きそばとラーメンの中間的な仕上がりになります。食べた印象も中途半端でした。